皆さんこんにちは。今回は、かつてネットで話題になっていたと言われる最強の動画があったらしいので、それについて取り上げます。あるオカルトブログで取り上げられていたらしいのですが、なぜ最強と言われているのでしょうか。2010年頃に、5チャンネルにてこのようなスレが立っていました。最強動画遺贈についてというスレで今話題になってるらしいけど、どのあたりが怖いのという投稿とともに、あるオカルトブログの URL が貼られていました。そのブログは現在アクセスすることができないものの、ネットアーカイブが残っていましたので、そちらを見ていただきますが、佐伯海洋は、というブログに最強動画遺贈というタイトルの記事がアップされておりました。クラッシュプレイヤーを使用して見る動画だったようで、今は見ることができませんが、記事内に説明が書かれています。それによれば、最も怖い、としてネット上で話題になっており、そのタイトルが遺贈というのだそうです。一見するとほのぼのとした動画なのですが、見れば見るほど違和感が出てくるそうで、なんとも言えない恐怖、不安感、威圧感を感じるらしいです。一説によれば、霊が映っているとか、この出演者たちは撮影後、全員死亡したという物騒な噂まであると言います。具体的な内容が気になるところですが、先ほどのスレを見てみると、若者数人がお母さんの誕生を祝っている動画だと書かれています。で、奇妙なのが、お母さんの誕生を祝う動画であるにもかかわらず、そのお母さんらしき人物が出てこないらしいのです。死んじゃったんだろうね、というレスもありますが、そうだとすると動画内の雰囲気がおかしい、というような話もありました。また、動画の妙なところを挙げてくれている方もいらっしゃいまして、全体的にいくつかおかしな部分があるみたいです。このように、直接的な怖いシーンはないものの、見てみるとどこか違和感がある動画、というような感じになっているみたいです。スレの書き込みを読んだ限りだと、単に若者が母親の誕生日を祝う動画だったようですが、タイトルが遺贈になっているらしいので、その意味についても気になりますね。遺贈といえば、遺贈という単語がありますが、遺言によって誰かに財産を引き継がせることです。先ほどの母親はすでに亡くなっているという噂と関連性があるような気がしますが、結局この動画の正体は謎のままでスレは落ちてしまいました。このブログの記事は2010年4月にアップされたものですが、この時点でネットで話題になっていたらしいです。皆さんはこの遺贈という動画を見たことがあるでしょうか。今回はこの最強の動画と言われる遺贈についてできる限り調べていきたいと思います。最強の動画と言われると、実際に見てみたくなりますよね。アーカイブには残っていないと思っていたのですが、ページのソースを見てみると、動画の URL を確認できました。YouTube のリンクが動画として貼られていましたので、おそらくこの動画が遺贈だと思われます。で、さすがにこの動画も消えているかなと思ったのですが、アクセスしてみると動画が残っておりました。一応、モザイクをかけておきますが、おかん誕生日おめでとうございます、とケーキを持った男性が登場して、その後に複数人が、誕生日を祝う歌を歌う、というような内容になっております。30秒ほどの短い動画なのですが、これが遺贈として紹介されていた動画です。冒頭にも紹介した通り、確かに母親らしき人物は出てこないです。部屋にいる人全員が誕生日を祝う歌を歌っているのと、誕生日ケーキも男性がろうそくを吹き消してしまいます。ただ、他に違和感があるのかというと、特にないです。普通の動画としか思えないんですよね。強いて言うなら、後方の窓に何か映っているような感じがあったり、動画の画質自体も古いので不気味に見えるというのはあります。しかし、全体的に見れば普通の動画ですし、動画の情報を確認してみるとタイトルが遺贈ではなく、おかん誕生日おめでとう、となっています。しかし、あのブログ内では、タイトルは遺贈だと紹介されているので、
おそらく2010年時点のタイトルが遺贈だったのだと思われます。YouTube の仕様として、動画のファイル名が最初にタイトルとして設定されるので、適当につけたファイル名が遺贈だったのかもしれません。後からタイトルが変更されていると考えれば、投稿者の意図としては、やはりおかんの誕生日を祝う動画、としてアップしたのでしょう。わざわざ撮影して YouTube にアップしたということを考えれば、母親に向けたビデオだった可能性が高いです。最後にケーキを持っている男性が、OK、と言って映像が終わるので、この男性が、自身の母親の誕生日を祝うビデオを企画したのかもしれません。だとすると、自分の母親の誕生日を祝ってくれるよ友人たちですね。他にも動画が投稿されておりますが、日常を撮影したものが多いので、記録用としてこのチャンネルを使っていたのではないでしょうか。そう考えれば、特に怖いというような動画ではないのですが、一体なぜオカルトブログに紹介されてしまったのか、という疑問が残ります。ブログ内では、ネットで話題になっていると書かれていましたが、この動画の URL で検索しても、この動画以外ヒットしません。5チャンネルや Twitter も同様でしたが、この動画が話題になった形跡が一切見つからないんですよね。冒頭に紹介したスレ内では、適当な情報を記載しているとして、いい加減なブログ、だと批判がありました。他に記事も確認してみると、マルフォイが悪霊に憑依されている、という記事があったり、確かに適当に書いているような記事があります。今回の動画に関しても、遺贈、という謎のタイトルでアップされた動画に適当な噂をつけて紹介していた可能性は高いと思います。ですので、結論としては、遺贈は今も存在しますが、オカルトブログのこじつけで最強の動画にされた可能性が高いです。実際は大学生によって作られた、母親へ向けたビデオだったと思われます。いかがでしたでしょうか？なぜ、遺贈という名前を使ったのかは謎ですが、ファイル名なので、特に考えてはいなかったのかなとも、思います。私も YouTube にアップする前の動画のファイル名は適当なものです。あくまで母親へのビデオだと考えれば、第三者へ発信する動画ではないので、タイトルもそのままにしていたのかもしれませんね。